もうツーストだけどね。今多分どっちかというと俺らの方が好感度高い。心理戦ですよ、心理戦、はい、AJ と勝負ね。はい、じゃあよろしくお願いします。 AJ 君、最初の打者お願いします。はい、じゃあ、一平君。はい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 、まだ言うてへんわ、まだ言うてへんわ。ホームラン、ホームラン狙いますよ。ホームラン狙いますか。ホームラン出したらもう完全に勝利ということで。勝利ということで、はい、はい、ストライク。先輩ですけど、スピードだかなんだか知らないけど、そういう手で来るならこっちも全部取りましょう。行きますよ、行きますよ。ファール、ファール、ファール。この若い反射神経やばい。行くぞ。はい。変わって、あとはカッちゃんがやるよ。ファンナーじゃない。確認して、3人まででいいよね。はい、そう。うぇーい。やれや。自分は止めて、一応あなた。読まれとったね。今、わざと。あ、おしゃれ。サクシーや、サクシー。ちょっとゲームの趣旨変わってきてる。もうツーストだけどね。今多分どっちかというと俺らの方が好感度高い。野球は試合に負けるけど勝負に勝つよ。いや、もうツーストだけどね。でございます。 OK。 おーおー、パカッパカッ。こそやな。引いた、球引いたぞ。カルロス。素晴らしい、ネギさん、ツーアウト、追い込まれてます。これでヒット打たなければ、ヒット打たなければこれでもう終了ですよね。広島の勝ちということになりました。そうですね。すいません、ちょっと言い忘れたんですけど、はい、あの罰ゲームはちょっと船寿司食べてもらおうと思ってますんで。聞いてないよ。勝ちを確信した時に僕らに船寿司を食べてもらう。僕ね、あの少年野球やってた。ネギさん、いいから油断しないで。危ねえぞ、危ねえぞ。ナイス。地味すぎる。もう練習はここまでです。あーい、ちょっと待って、いないないない。パール、パール。大人が金の玉をかけてきた。素晴らしい、素晴らしい。パール。もう一打席だけ。泣きの一打席。泣きの一打席。あのヒットを打ちたいです。北海道から、北海道から来たのにヒット打たない。お願いします。もう本当に音楽でのヒットは諦めてんの。はい。いやいやいや、そこで諦めちゃダメだよ。ベースボールでヒット出されば。すいません、あとお願いします。人生最後の打席頼んだぞ。プレッシャーすごいわ。派手に、派手に打ち上げる。はい、はい。おお。終わったやないか。ショートライナーで終わったやないか。ほんとに、あらさ、砂拾って帰ります。ない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 。これちなみに、どこまでが船寿司ですか。あ、どんじゃないよ。どんじゃないよ。どんじゃないよ。すごい。ダイヤー。ごちそうです。ヒッピーの全国ツアー決まっております。チャンネル登録して、その後ライブに参加。広島場所、大阪場所、名古屋場所、東京場所、絶対参加よろしく。こっつぁんです。